だから、あの細かいだから、ここは高校生が働き者だ、働き者なのか、洗脳されるのが分かんないけど。着きました。8時半、ちょうど8時半じゃないですか。こっち、2つ左行ったらいいね。左、あ、左でいいの、右でいいの、分かんないよ。右から行ったら、下通るんだっけ。下、どっちにしよう。通れないでしょ。左行ったとこ行くの、これ。まっすぐでいいんでしたっけ。駐車場、ロータリー。ロクちゃんとか車受けんの。ロクちゃんは、オフから出荷だから、うん、あ、このマイクロバスも受けてたの。あ、はいはいはい。ロクちゃん下に行けんです。ロクちゃん下にマイクロバスが止まってるんですよね、うん、あそこにあったかも同じようなここだよね。あ、これが全部それか、あれだ、そのイノシシ、イノシシのやつだ、芝生張ったみたいな、イノシシ避け、何避け、イノシシ、イノシシ、テント張るのはどこの、その下、あれ、なんか車下に降りちゃってるわけ。車ですね、そこから降りる、ああ下降りれるよね、うん、駐車場回り込んでちょっと急な坂を降りる。8時半だっけ、ないかな、来ないのかな今回は、うん、今回パパママ来ないって言ってた、うん、入学式来たからかな。あ、来たんだ。さっき道後に帰っちゃったね、トラックの、うん、食べに来るの呼んでやったよ、うん、そう言ってもなかなか呼び忘れた。ヒロトは呼び出した。寺井先生喜ぶよ。北浦でもめっちゃ喜ぶよ。あ、待て。
何？今日何個行った？13分前。13分前。大変だ。あ、なんか報酬聞こえてる。そうそう、ブヨブヨになっちゃったんだけど、足で書いてきたから、もういいであげちゃえって言ってあげたら、しかもしだね、どっちにしよう、こういうふうに朝ごはんを食べに行きます。寒くないと言いながら思いっきり冬仕様の格手を洗わないと食堂に入れません。そうなの。
息子いないですか。あ